エッチバスもち太郎です。ちょっとお久しぶりになりましたけれども、本日もベルディ動画でございます。本日の動画が元山形の10番を補強、チアゴ・アウベス選手でございます。本日が3月18日月曜日、昨日の17日日曜日にですね、驚きのニュースが飛び込んできました。急遽ですね、元山形の10番をつけておりましたチアゴ・アウベス選手が、これからメディカルチェックを行って、正式に入団することが決まりました。驚きのねニュースが、それよりちょっと前にスポーツ紙で、ベルディが獲得するんじゃないかというニュースが出てきて、ちょっと驚きだったんですけれども、個人的にもですね、この選手をちょっと知っていて、山形を対談するときに、ツイッターで欲しいなっていう風につぶやいてきて、とても個人的には念願のというか、獲得してくれてちょっと嬉しいね、本当にニュースでございました。簡単にね、どんな選手かっていうのを紹介していければという風に思います。チアゴ・アウベス選手、ポルトガル出身の、27歳の選手でございます。直近の、チームブラジルの方にね、移籍をしまして2月に退団しております。ですので、フリーでの移籍になります。移籍金ゼロですね。ベルディ今お金がないのでね、とてもありがたいね、獲得になります。そしてですね、やはり山形でのね、成績がねとても素晴らしかったんですね。山形在籍時、1年目の2022年は10ゴール、そして翌年2023シーズンは13ゴール5アシストという、まさに攻撃の核として、活躍した選手でございますね。対談が決まってね、ちょっと驚いて、とても J2 では結構有名の選手だったので、欲しいなって言ってる人がね結構多くいた記憶があります。自分もね、結構ベルディの試合で見ていて、宮原選手サイドを結構切り崩してね、ドリブルしていた印象があって、そこからちょっと、いい選手だなっていう風にちょっとこう見ていたので、まさかこの選手をね、獲得できるとは、しかもフリーでね、獲得できたので、これはとても大きいね、移籍でございます。ちょっとね、今いろいろと、チーム事情ありまして、かなりアタッカーの部分をね求めていて、また外国人枠がね今マテウス選手しかいなかったので、その外国人枠をどうするんだっていうところもあってたので、今回ねこの選手を獲得できたっていうのは、かなりちょっと大きいプラスになりうるんじゃないかっていうところですね。今マテウス選手の通訳をね務めてる方もいらっしゃるので、通訳の方もね、特にいらないポルトガル語でねできるってところも大きいですね。そしてチアゴ・アウベス選手、左右山形時はね左ウィングを務めていたんですけれども、基本的に左右真ん中と、攻撃のポジションはどこでもできると、センターでも結構できそうな、感じのね、ゴールシュートとかも結構見たんですけれども、トップの位置から結構飛び出してゴールしてっていうところも見たので、真ん中もできる感じの選手なのかなっていうふうに思いました。で、やっぱりゴールシーン等々を見てると、やっぱりそのテクニカルなねドリブルがとてもいいなっていうふうに思いました。結構独特なリズムで、こう緩急も使いながら、スピードでぶっちぎるっていう感じのタイプではないんですけれども、こううまくタイミングを外してシュートコースまたはクロスをして、チャンスメイクまたゴールをするっていうような形のタイプの選手なのかなっていうふうに思いました。結構トリッキープレーも、していてね、南米らしい選手といいますか、とてもテクニックある選手だなっていうふうに思います。やはり今のベルディが、守備にね重きを置いているチームですので、どれだけねやはり守備ができるかっていうところがかなり、どうなるかってところですね。今やっぱりチーム的にも攻撃の時間よりも守備の時間が長いので、その部分でね今左が斉藤選手を務めているんですけれども、結構ね守備のところで頑張ってくれてたりしているのでね、チアゴ選手がどれだけね守備も貢献できるのかで、またカウンター時にねどれだけこう輝きを見せることができるのかっていうところですね。
まあ、やはりねその攻撃センスっていうところはねもう山形ではね実績出しておりますので、やはり攻撃のね核としてね今ちょっと注目というかね期待をしたいところですね。かなりこうまあね前線のねこう特にヴェルディの今左右のウイングっていうのは結構ね個で崩しながらでチャンスメイクもしながらっていう風に結構、まあ、攻撃のね核を担う選手がね今務めているので、まあそういうところでねやはり期待したいですし、まあねもちろんゲームチェンジャーとしてもね途中から出てこう流れを変えられるようなねこう攻撃センスをね持っていたりもするので、まあそういう部分でも結構期待もできるようなね感じですので、まあどういった形になるのかねわからないんですけれども、またちょっとねその契約の都合上、まあ、これからメディカルチェックをしてってなるんですけども、おそらく契約が4月過ぎてからになるのではないかなというところがあるそうです。まあ今代表ウィークで試合は今週はないんですけれども、まあもう20日にはチームに合流するとのことなので、まあそこでねちょっと連携面深めて、でまあ暖かくなってきてからまあねここからフィジカル等ねコンディションも上げていくと思うので、まあ暖かくなってきてからね起用等が見れるのかなっていうところもねありますので、まあね結構すぐにねちょっとね使いたいところはあるんですけれども、まあそれでもね今ヴェルディお金がない中でねフリーでねこう獲得できたっていうところもあるので、まあそこら辺はちょっと我慢しなきゃいけないのかなっていうところもあるんですけれどもね、早めにフィットしてまた守備の部分でねどれだけできるのかっていうところですね。攻撃面もね期待しつつ、まあねマテウス選手しか今外国人枠いなかったのでね、やはりちょっと期待してね得点量産をねしてもらいたいですね。まあねちょっと最近なかなか動画が上げられずというのも、まあなかなかね成績等があんまりまあついてこなく、まあ今20チーム中19位、まだ1勝もねちょっとできてない状態ではあるものの、土曜日の新潟戦ですねは、まあ敗戦濃厚なところから、ロスタイムで同点ギリギリにね追いつくっていう結構まあポジティブに捉えられるね内容でもあったので、まあ3試合ね連続 PK 献上っていうちょっとなかなかこうメンタルに来るようなねちょっと敗戦をしてしまったんですけれどもね、一個ポジティブにね終えられたのでね、ここからさらにねギアを上げていけれるように、そういう部分も含めてチアゴ選手のねこの移籍の話っていうのは、まあ、とても明るいねニュースで良かったですね。さあここからねどうなるのか、また次がね京都サンガ戦ということで好調のね木村選手そして山田風紀選手が出れないというね状況の中でまたねちょっとヴェルディのねどういったねちょっと試練が訪れていますけれどもね、新しい選手がね出てきてくれることを期待しつつ、まずはやはり初勝利をね目指して応援していきたいと思います。次もねいいニュースを動画で紹介できるようにねまた、動画等できればと思います。というわけでねチアゴ選手チアゴアウベス選手、よろしくお願いします。早めに出てきてください出場してください、よろしくお願いします。というわけで、本日の動画は以上になります。またご視聴、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではではさよなら。